こんにちは。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日この後の全国の天気をお伝えします。今日も引き続き広いエリアで傘の出番となっています。沖縄では今日は夏空が広がります。暑さ対策をしっかりと行ってください。そして西日本から北日本にかけて広いエリアですっきりしない空が広がっています。西日本では雨のピーク過ぎたところが多くなりました。ただ一旦止んだりうっすらと日差しが届いたりしても油断は禁物です。今日は一日雨の降りやすい空が続きます。東日本でも今日はすっきりしない空で雨の降るところが多くなります。一時的に強い雨になる恐れもありますので注意をしてください。そして北日本は東北北部や北海道の日本海側では日差しが届いているところがありますが、太平洋側を中心に広いエリアでこちらも雨の降りやすい空となります。今降っていなくてもお出かけの際は雨具をお持ちください。そして今日は全国的に日差しのないところが多くなりますが、西日本東日本ではジメジメムシムシと不快な体感のところが多くなりそうです。熱中症対策しっかりと行ってください。ただ北日本では過ごしやすい体感で、特に道東など太平洋側では肌寒く感じられるところもありそうです。服装などでうまく調節をして体調を崩さないようにお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。午後も頑張っていきましょう。